なんか体調がおかしいけど、ひょっとして風邪でもひいたかな。あの先生。実はさっきからずっと寒気がしてて。ダメだ、体の震えが止まらない。絶対熱あるな、これは。はい、それじゃあすみませんけど。ともちん大丈夫かな。40度近く熱があったらしいよ。ねえ、結局授業中に早退しちゃったの。さすがにきついもんね、そんなに熱があったら。そうだったんだ、それは心配だね。私学校が終わったらお見舞いに行ってこようかな。それなら私も一緒に行く。モカとランも一緒に行かない？トモエ絶対元気出ると思うから。お見舞い行っていいのかな。え、なんでなんで。お見舞いに行って看病してあげたら、トモエだって早く良くなると思うけど。やめときなよ、ラン。トモエの性格考えてみなよ、逆に気を使わせるだけだから。あ、そっか、トモエちゃんって周りに気を使うタイプだから、かえって迷惑かけちゃうかもね。そう言われてみれば確かにそうかも。やっぱり風邪には睡眠が一番だよ。今日はゆっくり寝かしてあげよう。あ、うん、そうだね。あ、トモエからメールだ。トモエちゃんなんだって。ひまりのことだからお見舞い行くとか思ってるかもしれないけど、風邪がうつるといけないから本当に来ないでいいよ。だって私のことをお見通しだったみたい。さすがトモチン、風邪をひいてても鋭いね。それじゃあお見舞いはやめておこうか。トモエがわざわざ連絡してくれたんだもん、迷惑かけちゃいけないよね。それがいいと思う。はい、それじゃあ緊急ミーティング解散。とは言ってもやっぱり心配だな。早く良くなってほしいな。で、ただいま。やっと着いた。どんどん寒気がひどくなってきた。うわ、こんな時に限って薬が切れちゃってる。アコ、もう学校終わってるよな。ちょっと帰りに薬買ってきてもらおう。お姉ちゃんからメールだ。こんな時間に珍しいな、なんだろう。そんなに熱があるの。薬とスポーツドリンクを買って帰ればいいんだね。了解。あとはアイスも買っていこうと。風邪ひいてる時って無性にアイスを食べたくなるもんね。お姉ちゃん、今アコが薬とスポーツドリンク、それにアイスも持って帰るからね。薬屋さんは、そうだ、向こうだ。お姉ちゃん、もうちょっとだけ待っててね。あとちょっとだよ、お姉ちゃん。もうちょっとでアコ、お家に着くからね。あれ、アコじゃん。そんなに急いでどうしたの？あ、そうやちゃん。お姉ちゃんが、なんか風邪ひいちゃって、すっごい熱が出ちゃったみたいなの。え、そうなんだ。トモエが熱出すなんて珍しいね。大丈夫かな？あ、
だから急いでたんだよね。ごめんね、引き止めちゃって。後で風の時でも食べやすそうなパン持っていくから。